我々小型モーター事業本部の事業内容でございますけれども、まあ、世界で問題になっております気候変動問題、そしてエネルギー問題の解決に向けた商材を中心に業務を展開いたしております。カテゴリーといたしまして3つございます。まず1つはですね、サーマルソリューション事業でございます。 5G とかあるいは昨今の AI の活用によりまして、データ量が非常に大きくなってきておりまして、その発熱量を冷却化していくという大きなビジネスでございます。これは高効率なファンモーター、そして、空冷から展開いたしまして水冷ビジネス、この水冷モジュールビジネスの新たな、ビジネスとして展開をいたしているところでございます。2つ目は、小型 EV、電動二輪の車載事業でございます。この当社の持ちます我々の小型モーター事業本部の特徴でありますスピード、そして、高効率モーター、これをですねモビリティに活用いたしまして脱炭素の実現を目指して貢献いたしております。3つ目は家電事業でございます。家電事業につきましては省電力化というニーズがございます。この省電力化ニーズに対しまして我々の高効率なモーターを活用いたしまして、クオリティ、コスト、デリバリー、これでですね差別化を図りまして結果を出してまいりたいと考えております。当社はモーターの効率化を高めまして、そして環境に優しい製品開発を突き進めることによりまして世界の消費電力削減に貢献することが可能でございます。例えば最近ではデータの高速大容量化が進んでおります。電子部品の消費電力と発熱量が極端に増大しておりますので、当社は2018年にグループに入りましたニデック CCI、 これは台湾企業でございますけれども、この会社とともに高性能半導体を効率的に冷却するソリューションを提供することで消費電力の削減に貢献してまいります。加えまして新たなサーマルソリューションビジネスといたしまして水冷モジュールの展開にいち早く取り組んでおります。このサーマルソリューションビジネスの水冷モジュールにおきましては今までの空冷に比較いたしまして半分以下の消費電力および CO2 の排出量で冷却が実現するというビジネスでございます。当社の創業であります小型モーター事業本部といたしましてニデックの三大精神、すぐやる、必ずやる、できるまでやる、情熱、熱意、執念に始まりますニデックの新種の気概の文化を発揮いたしまして QCDS を守り、お客様のニーズに対しましてしっかりとお答えしてまいりたいと考えております。我々小型モーター事業本部はハードディスクドライブで培ってまいりました要素技術を十分活用いたしまして ESG に役に立つ新たな技術を開発し、お客様に新たなソリューションを提案してまいりたいと考えております。どうぞよろしくお願いします。